ターゲットしてまずアヤナパ、ビーチが綺麗らしい。行きましょう。エーゲ海っぽい雰囲気やな。ギリシャに近いから。うわ、綺麗。やばい。えらいとこ見つけてしまった。こんな綺麗なとこある？すごいぞこれ。みたいえらいビューリーとかね。他の人に話しかけてまうぐらい、そんな気持ちにならへん。すごい、軽く流されたけど。見て。やば。ナイス。すげえな、見てよ。これやろ。ロシア。ギリシャ、マーサイ、カンプサイプラス。ナイスですね。ロシアの人も言うてるわ、スパシーバって。言ってへんか。ただ見て、足引っ張るぞ。だから何が違和感って、この岩肌とこの青いビーチがどうしてもマッチしないんですよ。ちょっと入ろうよ、ビーチ。うわー、気持ちいい。全然冷たくない。水温高い。この透明度見て、プールやん。めちゃ綺麗。うわー、気持ちいい。ガイドブックの写真より綺麗に見える海ってなかなかないで。ガイドブックを超える綺麗さ。これでご飯うまかったらキプロスハマるな。ケチャ旅。バスタオル買おうよ。持ってくの忘れた。サイプラスってかなあ、買おうか。どうせやったらチーズ。なあ、地図入りキプロス。お水はね、日本より安いね。50円ぐらいの 500ml。 でもレッドブルとかコーラとかは大体日本と同じぐらいの相場。物価はそんな日本と変わらんね。コーラが1軒1ドル140円ぐらいな。スイカは日本より安いわ。
1キロ120円やったら追加は安いんちゃうか。